こんにちは。ただいまご紹介に預かりました静岡大学の黒川でございます。それでは早速報告の内容を始めさせていただきます。1961年から92年にかけて世に問われたスミースへの、ブラック差別問題を主題とした長編小説橋のない川は文学作品として今もなお多くの人々に読み継がれていますが、それが今井正監督によって1869年70年に2部に分けて同じ名前で映画化されました。ところがそれは特に第2部の方が差別映画であるとしてブラック解放同盟から批判を受け、第1部も合わせて長らく上映の日の目を見ることなく、しかも学問的な議論の対象に据えられることもないまま今日に至ってきました。今井監督の映画公開から20年余りを経た1992年にはブラック解放同盟が主体となり、東洋一を監督に迎えて再度橋のない川という同盟の映画が作られることになりました。したがって今井作品とその東作品とを対照することにより、ブラック解放運動が同和対策事業の実施を勝ち取るべく華々しく展開されていた1970年前後の時期と、ブラック解放運動の再点検を余儀なくされ、反差別国際連帯を軸に運動の再生を目指していた1990年前後の時期とではブラック問題の表彰のありようがどう違うのかを読み解くことが可能であると思われます。それに加えてこの作品を対象に据える理由は次の点にあります。一つは映画は当時ブラック問題研究の中心を成していたブラック史をはじめとする諸研究がマルクス主義の影響下にあってもっぱら株構造からブラック問題を捉えていたのに比べて差別意識をより直接に描き出し、かつ映像という手段によっていわゆるリアリティを伴ってブラック問題に接近していると考えられることです。2つ目には同大震東震までの1950年代を代表するブラック問題を主題とする映画作品が亀井文夫監督の人間皆兄弟、これ1960年に上映されましたが、それであるとするならば、それに続く同大震東震以後の運動の高揚期の問題を表彰している作品がこの橋のない川であると考えられます。人間皆兄弟が被差別部落の他者表彰であったのに対して、橋のない川は他者表彰と自己表彰の衝突という側面を少なからず持っていました。ブラック民の他者表彰としての今井作品におけるブラック民像はしばしば差別の原因ともなりかねない見えない人種の帳票を伴っており、その意味でのリアリティあるものとして映ったといえます。無論人間皆兄弟も十分にそうした側面をはらんでいたのですが、とりあえずブラック問題の深刻さを世に訴え、国策を引き出そうという点で自己表彰と他者表彰が一致を見ていた1950年代後半の段階にあっては、それに対する批判は声として表面化するには至りませんでした。しかしその段階をすでに終えた1970年代前後には、それに対する当事者からの異議申し立てが噴出したのでした。映画橋のない川が公開される時点で、その時期の運動の要請に応えうるような映画はまだほとんど制作されていませんでした。それだけに橋のない川は課題ともいえる期待を背負っての船出とならざるを得ませんでした。この作品の公開後に投じられた批判の一つは、この時期のブラック解放同盟の運動方針にも明らかなように、差別意識を直接に描くことは差別を生み出している社会構造ではなく観念の問題に還元することであり、ブラックとブラック外の対立をいたずらに煽るものであるとして、それを忌避する立場からのものでした。被差別の実態や差別意識を描くよりも、被差別部落民の戦いや差別を生み出す社会構造を論じないと差別の再生産につながるという認識は、当時の運動研究従事者のほぼ暗黙の了解事項になっていたのでした。
2つ目の受難は、そうした認識の延長線上に運動内部の政治的対立が持ち込まれ、今井作品の特に第2部に対してブラック解放同盟が差別映画であると批判したことでした。ブラック解放同盟は、第2部は第1部以上に差別現象の羅列に終始し、しかも顧客の好奇心と猟奇心をそそり差別を助長する映画となっていると指摘しています。今井監督自身も、僕も第2部は気に食わないんです、出来上がった時から失敗作を作ったと思ってますと語っているように、実際に第2部は差別性を有するか否かという争点とは別に、作品としての荒削りな点が目立つことはほぼ誰の目にも明らかです。ブラック解放同盟の、橋のない川第2部球団要項には、問題とされる映画の場面が14シーンにわたって示されており、それらに付されたコメントに共通するのは、このような単なる差別の主観的表現は差別の助長拡大をもたらす以外の何者でもないという点でした。以下に、以上述べてきましたこれらの点を念頭に置きながら、今井作品批判の主要な柱ともなっている、まず一つには権力との対峙、二つ目に部落民の徴兵、三つ目に差別の深刻さ残酷さの、その三つがどのように描かれているかを軸に据えながら、考察を行っていきたいと思います。まず、第一の権力との対峙で、とりわけ天皇制警察教師地主というものについてです。この作品は奈良県の大和三山に囲まれた小森という、これは架空の地名ですけれども、その小森という被差別部落が舞台です。尋常小学校に通う畑中清太郎と浩二の兄弟は、日露戦争で父が名誉の戦死を遂げており、祖母ぬいと母ふでと4人で暮らしています。ここで映像をご覧ください。なあおかん、わしらの村なんで兵隊さん泊まれへんのや。よその村な、どこも演習の兵隊さんが泊まるんやで。どないしたんや清太郎、なんでバケツ持たされてんねや。なんぞ悪さでもしたんか。どないしたんや。すみません、止めていただけますか。すみません、ちょっと余分なところまで映りましたけれども、先の前半の部分です。映像は小森の人々がこうした差別への怒りというものを胸に、水平社創立に向けてのエネルギーを蓄えて行進するエンディングの場面がカラーであるほかは、今見ていただきましたように一貫してモノクロで、社会主義リアリズムを思わせる手法となっています。映画には天皇制の対極に被差別部落を位置づけて、天皇制と部落両者を打つという原作者住末の意を受けて、随所に天皇制批判が散りばめられています。次の映像をお願いします。例えば、口頭で言います。ぬいと筆の会話の中で、天皇藩かて人間やさかい、クソもしなはるし小便かて垂れなはると言い、このように天皇が神様であることの虚偽性を暴き出します。また明治天皇の大喪の場面に示される天皇の死と、火付けをしたという嫌疑をかけられて自ら幼い命を絶った被差別部落の子供永井武の死が対照的に描かれているのも、命の重みに違いがないはずにもかかわらず、それに軽重をつける社会への痛烈な批判です。天皇制のほかに、この作品で終始戦うべき対象として描かれているのは、権力者であり差別者としての警察教師地主です。永井武の父盗作の警察署での取り調べの場面で、手錠をかけられた盗作は地主佐山の家に放火を企てたとの罪を着せられ、拷問を受けます。主任刑事は盗作が佐山の家に火をつけて、火をつけると言ったのは冗談だったというのに対して、このように言います。そらそやお前ら冗談言いもって火つけするしな、冗談や言うて人殺しかてしなはる、それがえったや。
盗作は無実を証明するために暴力を伴った権力を前にして違う違うと口とこめかみから血を流しながら泣くしかないのです。ここには被差別部落民が火をつけるのはさもありなんとの警察そして世間が有する被差別部落は犯罪の温床であるとする偏見が如実に示されています。教師による差別は随所に登場しむしろこの作品の重要な要素を形作っています。被差別部落の子どもたちの欠席が多いことに心を痛める女性教師柏木に対して男性教師青島はあの連中はもともと教育思想や衛生思想なんかゼロなんですよと忠告します。そこで語られる部落民は先に述べた犯罪の温床としてのそれと同様部落改善政策の中で浸透させられていったステレオタイプでした。日露戦争後に内務省によって打ち出された部落改善政策は被差別部落の人々に税の滞納、不就学、長期欠席、犯罪、風紀の乱れの一掃を求めそれらの問題とみなされる現象の根源にある経済的困窮が是正されないためにその要求に応じられない被差別部落の人々に対して怠惰、残忍、衛生教育思想を欠いた人間という帳票を与えそれを被差別部落の起源に求めたのです。すなわちそれは永年固定的集団を形作っていたといういわば民族性の違いを解くこととなり甚だしい場合には生物学的な違いをも含意していました。それは一般社会があの人たちをのけものにするからではないでしょうかと反論する女性教師柏木に対して男性教師の青島はそれは彼らにのけものにされる理由があるからです。それは彼ら自身が持ってるもんやねと即座に柏木の言葉を打ち消します。それは被差別部落の人々に対する先に述べたような認識がかなりの程度定着していたがゆえに成り立つセリフでありそうした帳票があたかも正徳的なものであるかのごとくに言われていることは重要です。青島という人物を通じて教師というのは偏見の持ち主であると同時に差別に対して全く理解を欠いた存在として描かれます。しかしそうした教師像のみではあまりに一面的であるとの配慮でしょうか、権力者である教師対生徒差別者対被差別者という図式に対する干渉剤として投入されたのが被差別部落にいわゆる同情を寄せる柏木という女性教師でした。柏木は女性の優しさ包容力をもって被差別者に同情を寄せ子どもたちを男性教師青島や部落外の子どもたちの差別的言動に対する擁護者として振る舞う母にも似た役割を演じるのでありここにジェンダー表彰のありようの一端が見て取れます。次に部落民の帳票匂い身体人種ということについて話します。この作品は権力による抑圧差別のみならず民衆の差別意識を鉄欠しているところが特徴です。先にも挙げた教育思想衛生思想の欠如火付けや人殺しを平気でするといったステレオタイプに加えてこの作品で強調されるのは被差別部落の匂いでその存在を指摘する場面は複数登場します。例えば学校での掃除の場面で部落外の子どもたちは工事に対してエッタの雑巾汚いわエッタの雑巾入れたらバケツがクソなるわと汚いと並んで臭いという言葉を投げつけます。汚い臭いという帳票は1881年の松方デフレ以後被差別部落の経済的困窮が顕在化する中でスラムとともに被差別部落に対して与えられてきたものです。ここでは実際に工事たちが格別汚い服装をまとっているようには描かれていません。工事の過程は裕福とは言えないまでも、先にもちょっと映像で出ましたように、あるいは述べましたように父親が名誉の戦死をしたがゆえに地主狭山から特別に田を貸し与えられていて縫いと筆は、番頭が感心するほどの一級品の米を作るほどの勤勉さを持って生計を成り立たせており工事一家は製品なのです。にもかかわらず実際に彼らが汚く臭い匂いを放つかどうかとは関わりなく一括りに部落民としてそのような帳票を与えられ差別されるのです。もう一つは生物学的差異です。明治天皇の大喪の晩皇帝での黙祷中にクラスメートの杉本町江は工事の手を握ります。
町家に淡い恋心を抱き、それに心を躍らせる工事に対して、後日町家は残酷にも、うち五体操の晩あんたの手握ったやろ、あれな、うち夜になるとあんたらの手蛇みたいに爪となるって聞いたんやと告げます。それは身体的差異、生物学的差異を前提とするものに他なりません。さらには映画第2部の清太郎と彼の奉公先である安井米店の娘麻子が、恋仲になり、うちは清太郎はん好きやという麻子に、母親は今からご覧、あ、こう映像出ますかね、難しい、もうあの口頭で言いましょうか、あんなもん嫁はんにでけへんで、あいつは部落や、人種が違うんやという、人種が違うという帳票を与えます。この映像ちょっと見てください。え、清太郎向こう藩に、そんな、あれは部落や、人種が違うね、あそこは気が違ったんや。お母はん、うち気違って言いやへんで。お前はほんまに清太郎？うち清太郎はん好きや。アホ、あんなもん向こう藩にでけへんで、あいつは部落や、人種が違うね。かまへん、お母はんかていつも清太郎はん褒めとったやないか。それよ働くさかいや、働いたかて部落は部落や、身分は違うね。かまへん、立派な人やったらそれでええのや。なんぼ立派な人間かてあかんねん、元次郎かて大反対や。あそこがそんな気やったら、おじでもない、めいでもない。安井の家とは縁切りや言うてんねん。おじはんは嘘つきや、力になってやると言うたやないか。お前は気違いや、気違いはお母はんや。何やって、そないに言わはるけどな。ここで、あのお分かりかと思います。クリがこのように人種はに持ってきたのであるっていう人種が、も文字通り通常今日に至るまで皮膚色の、皮膚色の違いを前提とした人種の分類を含意しているわけではありません。しかしそれが生まれながらの声がたい差異を、表すものとして用いられており、見えない人種が作り出されていることこそが重要であると考えられます。何故に差異が存在するのか、その原因究明については思考停止に陥り、そうであるからこそ、縫いが、浩二と清太郎の通う学校の校長に詰め寄る、場面が存在します。ここをすみません、映像をお願いします。どんなやしたんや、清太郎。なんでバケツ持たされてんねや。なんぞ悪さでもしたんか。どんなやしたんや。機械でも分かったら。うちのワンはどないの悪さしましたんや。着替えとくなで。ちょっと待ってください。青島先生、畑中君のおばあさんらしいが、事情を説明してあげてくださらんか。はい。僕が受け持ちの青島ですが。うちのワンのこと着替えとくなで。畑中君はですね、同級生と喧嘩をして、相手に怪我させたんです。ところがどうしてもその喧嘩の原因、つまり相手に怪我させた理由を喋らんのです。ほんでバケツも大変なんだか。なかなか強情なもんですから。ほら、わいがその訳言いますよって聞いておくなあれ。どうぞ。それはな、相手の子が清太郎のことえったえった言うて青にしましたからよ。それだけですか。それだけ。
せいでや、わいら世間からえったえった言うて青にされてまんが、我が口でえったとは言いまい。清太郎が喧嘩の訳をしゃべらんな、それらす。こんなわいらのむごい気持ちせんでやんにゃわかりまへんやろな。校長せんで、おでとくなれ。校長せんでは物おせなはるえらいお人や。えった言うのなんですねん。わいら生まれてこの方、世間の人からえったえった言われて人間扱いされんときましたんや。ちゃうけどわいらかて人間や。手も二本、足も二本ありますまんな。指かて見とくなれ。ちゃうけど世間の人はわいらのことをえったえった言うて、けたもんみたいに言いまんねや。なんで自分で直そう思ってもえったわな。止めてください。今見ていただきましたけれども、このようにですね、縫いが、その校長に詰め寄る場面が存在しているわけですけれども、それに対する校長はこれからあとセリフが続くんですけれども、私の知るところでは徳川はさておくとしまして、明治4年の江田否認の解放令以来日本に江田はないとの、答えるようなすれ違いが発生します。すなわち部落民には終生不滅の帳票が示されているにもかかわらず、他方でそもそも部落民という区別すら存在しないという建前が説かれます。建前の持つ効力は皆無に等しく、このような作り出された際はこの作品の背景となっている時期においてリアリティを有していたのみならず、作品が制作された当時にあっても生き続けていたものです。しかしこの作品はそうした際を打ち消したいがために典型的部落民像を描くことを拒否するものでは決してありません。畑中一家は先にも述べた通り、部落外の小作人と変わらない否それ以上に勤勉で優秀であり、草履を編んでいることと工事たちが学校で差別を受けること以外には部落民の帳票は見当たりませんが、永井藤作はある種の典型的な部落民として描かれています。盗作は荷車引きの仕事をしてはいますが、息子の武志に後押しをさせて学校を休ませることがしばしばであり、自分は昼間から酒に浸り、娘の夏を京都の色町に売ってしまいます。しかも心根は優しく、部落差別への怒りを強く保持する人物なのです。少しだけじゃあここで映像をお願いします。さあ、ほんまや、宝石工場にいてた夏や、京都の色町に売ってしもた。べっぴんやさかい、あんばい金になったで。かわいそうやないけ。なあ、おばあ、近所のやつら、おわしのとこをのけもんにしよるね。せやからもうびっくりさせたね。呆れた男や。なんでそんな気になったんやろ。腹の虫や、腹の虫やで、おばん。腹の虫やで。そうや、腹の虫が。この盗作の描き方についての評価は、作品公開当初から一つの争点になっており、ああいう人間がいるから部落は差別されるとの指摘がありました。今井作品を差別映画として批判した立場の人々は、怒りに基づくいろんな糾弾の戦いはありましたが、しかし本当に憤っているものこそ節度ある生活をしてきたのが事実です。それをまさに人間が違うんだというような表現で、被差別部落民を実に余談と偏見によって扱っていたのですと総括しており、それは特殊なあるいは異なる人間としての描かれ方を徹底的に、拒否するものであったことが見て取れます。ちなみにその観点から、被差別部落の子供である茂みが蛇の死骸を前に、うち好きや、焼いて食べたらうまいでという場面がやはり批判の的となりました。またこれまで見てきました部落民の帳票は、当然ながら差別の深刻さ、残酷さを描くということと不可分の関係にあります。今井作品では、東作品でも同様でしたけれども、エッタという差別語が浴びせられる場面が頻繁に登場し、それを投げかける子どもたちのある種の残酷さを浮かび上がらせています。また火事の発生が被差別部落であったがゆえに、笑って消火に手を貸さない村人たちの冷酷さや、被差別部落民に他を貸すと他の小作人が嫌がるという民衆の差別意識も、地主狭山の番頭の発言を通して描き出されています。
この点に関しては制作直後から抑圧された者同士が連帯するはずだという民主像と、それに基づく当時においてブラック問題研究の根幹を形作っていた戦前の老の水三角同盟への高い評価が存在していたがゆえに、ブラック民と民衆を対立的に描くことに対する厳しい批判が投じられました。3つ目、ブラック問題、ブラック民の表彰ということでいきます。今井監督作品にこのような批判を展開してきたブラック解放同盟は92年東洋一を監督に迎えて、堤誠二セゾングループ代表らの協力を得て橋のない川の制作上映に至ります。映画の宣伝コピーには日本近代を貫いた20世紀の魂の叙情詩とあり、もっぱら愛が強調され、ブラック問題が主題であることをあえて示さない手法が取られているようにさえ見受けられます。映像もカラーで明るいイメージを放っています。この違いの背景には時代の変化が投影されており、それはおよそ3点にわたって指摘できます。第一に被差別部落の住環境の変化で、今井作品当時は未だ同耐震等身に基づく、同和対策事業特別措置法が、69年にようやく実施されることになったばかりで、被差別部落は橋のない川の舞台となっている明治末から大正時代とさほど大差のない住環境にありましたが、東作品公開時には事業の進展によって住環境も改善されていました。第二に受け手である大衆の意識も政治の季節から変化し、社会問題を前面に押し出したのでは観客を動員することが難しくなったという事情が挙げられます。そして第三に、それとともに被差別当事者の望む被差別部落表彰も変容していることを挙げなければなりません。今井作品上映当時にあってはブラック解放同盟も差別と資本主義との関わりを締結する必要を指摘していました。それに対して東作品が作られた1980年代後半から90年代は、ブラック解放運動はブラック第一主義と周囲から評された点を克服すべく、反差別国際連帯を前面に掲げ、連帯の対象を国内の労働者農民から世界のマイノリティへと視野を広げていこうとする時でした。またブラック民という境界も揺らぎ始め、ブラック民とは何かという問いや、新しいブラック民というキーワードも1990年代初頭の時期に新しい解放運動像ブラック民を打ち出すに至り、被差別部落あるいはブラック民の特殊史、すなわち見えない人種、識別の帳票の刻印が最も修正されなければいけない点と、移りました。90年前後のブラック解放運動においては、被差別部落の誇り、アイデンティティを打ち立てようとしていた時でもあり、永井藤作のようなブラック民像が誇りを持って語られることもしばしばありましたが、映画という不特定多数の受容者を想定する際には、それを打ち出すことのデメリットの方が大きいと判断されたのではないかと考えられます。90年代、そして今日なおブラック民の帳票は消え去っていません。それゆえ東作品では盗作に代表されるようなブラック民像を徹底して拒否し、むしろブラック民は何ら変わるところがないにもかかわらず差別につながる帳票を与えられていることを告発しました。問題となった蛇を食べるという会話の場面は盗作の描かれ方のように議論を展開する余地もなく、東作品では消されています。東作品においては特徴あるブラック民、変わったブラック民を描くことは極力回避されますが、ブラック民をそのように見なすブラック外の人々の言動は数多く登場し、その場面を登場させることによって変わったブラック民であり、あたかも人種が違うかのように見なすことがいかに非人道的であるかを告発するのです。今井作品に対して当時ブラック解放同盟中央執行委員長であった浅田善之助が糾弾の場面をもっと盛り込むように要求したと言われています。しかしながらブラック解放同盟が今井作品に対して要求したほどに東作品でその場面が実現しているわけではなく、作品の登場人物があらゆる差別にことごとく立ち向かっているというのではありません。そのように描かれたとすれば、むしろそれは当該時期の実態ともかけ離れていたでしょう。水平社運動に立ち上がっていた人々でさえ、それまではひたすら差別に耐え忍び、ある時はブラック民であることをひた隠しにしながら生きてきたのですし、また闘争の姿を強調することは優しさが求められていた東作品当時の90年前後のブラック民像とも乖離があったはずです。最後に簡単にまとめさせていただきます。今井作品をめぐる議論は、見えない人種の帳票にどう立ち向かおうか、どう立ち向かうかをめぐり、その行使方の回路に違いによるも、違いによるものであったといえます。
今井作品ではスクリーンに登場する被差別部落像、部落民像から当事者すなわち世間一般がどう受け止めるかということはとりあえずさておき、ともかくも部落差別の残酷さを強調することによって徴兵を取り去る、すなわち人種主義を克服するという展望のもとに作られたものでした。それに対して東作品は先にも述べてきましたように、とりわけ非当事者、受容者が人種主義にとらわれないようにということを常に意識しながら、ごく当たり前の日常を送る部落民という表象に極力近づけ、例えば筆と伊勢田の恋愛が描かれたのもそのゆえですが、しかし、にもかかわらず、人種主義の眼差しを投げかける人々を正すべく、差別のありさまが描かれたのです。この東作品の中で読み取ることのできる見えない人種の徴兵を取り除き、極力何にも変わらない当たり前の部落民であることを打ち出したい、ないしはその部落民という認識さえも取り去りたいという意識と、他方現実に存在する人種主義による差別を前にそれを告発し、またそのためには部落民というアイデンティティが必要とされるというジレンマは今なお存在し続けているのです。以上で私の報告を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。